アン ?APG-77 は、アメリカ合衆国のノースロップグラマン及び、レーセオンが開発したレーダー。F-22 戦闘機において、射撃式及び多機能レーダーとして搭載されている。開発、生産は、アメリカ合衆国のノースロップグラマン及び、レーセオンによって行われた。アクティブフェイズドアレイ型アンテナを採用している。周波数拡散技術により、 特定周波数での出力が低く抑えられ、ルプイレーダーとなっており、逆探知を避ける低飛補足性にも注意が払われている。また、捜索中追尾能力をはじめとする多目標対処能力を有しこれらの多様なモードとの組み合わせにより優秀な作的能力、信頼性を発揮する。APG-77 は直径 90cm のアンテナに、 約1500から2000個の小型送受信モジュールを備えており約 250km の探知距離を持つ。電子操作式であるためにほぼ瞬時に照射方向を変えることができる。操作範囲は垂直及び水平方向とも120度である。1990年代に開発が行われた。百機以上のアン a p g 十七レーダーが生産され、その技術は F-35 戦闘機搭載用の案 APG-81 レーダーにも使用されている。改良型の案 APG-771 も開発されており、これは高解像度合成開口レーダーや逆合成開口レーダーを用いた空、対地操作能力が向上されている。これにより、地上目標マッピングのほか、地上移動目標識別、 追尾などが行えるようになった。ありがとうございます。